羽地町終年号、万歴45年停止5月4日から1676年1月5日、年号後期14年も都合11月20日は、琉球王国の政治家。1609年の薩摩島津市の侵攻以降の琉球を、薩摩島津市や将軍権力への従属を前提と、しつつ、首里王府を主体した国家運営機構を確立すべく主術の改革を行った人物。 薩摩の重心との信仰を通して、反、王国間のコネクションを築き上げ、薩摩との関係抜きには成立し得ない国家、運営形態を作り上げた。また、それ以前の中性的な国家形態を近世的な形に改め、基礎付けた改革者としても注目されている。彼の人物像は、彼が六百五十年に直しの欧米により行った中山予感の編纂や、 1666年から1673年までの間に、直室の接政となっていた数々の改革の中で語られることが多い。直オナとは、重帝の間柄にあり、後に王子に称せられるようになる。このことについて、中山予官の序において、直室を、直オ公七世着孫とするのに対し、羽地自らのことも、 直縁公着村浦添王子若王月浦六世公院、都市第二直市の末裔であることや直室と親戚関係にあることを示している。羽地朝宗は1617年、琉球王族の羽地御殿の四代目、友康の四、男として生まれた。同名、思え亀、東名は構造権。ただしこの東名は、羽地の死後に付けられたものであり、 生存中の東名は、クレゾウ県である。羽地の領地を相続する以前は、1635年に、富臼区紛りの大峰を賜っていたことから、大峰を称していた。名乗りは資源へ。1640年、羽地は、羽地五殿の家督を継いで、羽地紛りの味児頭となった。大家文家の死が、向かい、名乗り頭が、朝に統一されるようになったのは、 1691年以降である。それゆえ、生存中の本来の名は、クレゾウン・ハネジアジジュウイエである。1658年6月から1659年10月、1661年から1662年11月、1667年から1668年12月の合計3回、王命を受けて、薩摩に赴任している。 彼の通外という号は、薩摩で信仰のあったとされる、薩摩藩家郎の新色又左衛門丘陵から1661年の薩摩滞在時に送られたものであった。羽地の前任にあたる摂政であった串川王子、章徹が京太郎の舞を見ていたとき、乳母に抱かれた章二にあった。そのとき、章二の目を見た章徹は、未だかつてこのように器量の優れた子を見たことがない。 後日、私を継いで政治を行い、琉球に黄金のタガをはめるのはこの子であろう。と言い,い教育したという逸話が伝えられている。16歳の時には、薩摩藩主の持続であり、当時は、商法の事項として来留していた受学者の泊まり、助畜に出会い、彼の講義を受ける。ここで、助畜は、彼の死にあたる南浦文これによる学を羽地に伝授し、それが後に、 中山予感における南浦市感につながったとされる。戦前の羽地長州の墓20歳前後から政治経済に興味があったために国中の紛りや村々を回りた旗や百姓の様子等を実地見分した。同時に地元の老人たちから詳しく地域についての話を聞いて回ったという。また羽地の晩年に中国から岡田ん大学園技法が伝えられた。 この書物に感銘を受けた羽地は、この本を、もう少し早く見れていたら私の事業にもさらに、加えられるところが出てきたのにと、喝采を上げつつもそれまで見られなかったことを、探索したというという逸話も存在する。なお、定六百七十三年に、摂政の地位を退き、添六百七十五年に死去した。後に、琉球のご偉人に数えられるほど評価が高く、彼の葬儀には、 正忠田氏をも臨席する国葬級の葬儀であったという。墓所は那覇市首里平良町の羽地長州の墓。1915年、聖護医を追造された。1650年に羽地は国王直室の命により琉球王国発の生死の編纂を行った。これが中山予感である。この書物は、序・総論を含め全六巻で構成され。 地の文については、漢字かなまじり文で表記されている。現存するものは1816年に書き改められたものであるとされるが、内容や構成については、羽地の時代のものがそのまま書写されたと考えて良いとされる。中山予感内容については、開白伝説から、春天、英祖サットの各応答を経て第一直し、第二直し応答へと、 犠牲的に連続して語られる。開白伝説に登場する天孫氏やリーサムは、羽地による創作だとされている。また、春天王陶器では、源のためともが、春天の父であるとされるが、これも、羽地の創作であるとされる。1530年頃から、日本の一部で語られ、17世紀初頭には、琉球にも流入していたとされる、ためとも伝説が、 春天王党期に接続されることで、源氏と琉球の王党が接続されたのである。第二名王子王党は、小生王代の1555年まで記述されている。日本年号の使用や島津市不要の国という記述、また昭和や昭寧記を書いている点や、本来連続性のない各王党を、前条や国王出相の際の日光完成説話などといった。 中国的な思想を盛り込み連続させている点から、本書の基本的な立場は、薩摩への配慮と儒教倫理であるとされている。同様に、このような手法を用いて、応答の思想の誕生を神秘化し、神聖死して除雪するのも、羽地の特徴であるとされる。なお、本書が薩摩に提出されたのは、羽地の死後である、なお30年である。本書には、 諸見智重による役中が存在する。編纂については、1650年に国王直室が当時の摂政である金王子朝廷や参士官の大里両案に命じて広く給料や頃から聞き取りを行った。それらを羽地が政形図としてまとめ、指教の印鑑円から図を意識して予感と名付けたという、もっぱら王家の形図を作成するという構想のもとに、 なったものである。編纂の目的も、過去を手本としつつ戦王らの系統や自責を見ることで、今後の参照としていくこと。また、子孫たちに戦王が、これまで万世一系であったというゆえんを、知らしめるということを意図しているという。この時期に編纂が行われた理由として、幕府が諸大名に、かけず編纂を命じそれが、 官営書家系図伝として完成したのが1643年のことであり、そのことが大きく影響したと言われている。南浦文の内琉球史上、大中、琉球新東記といった17世紀当時の薩摩の前奏によって書かれたものや、琉球に伝わるおもろや金石文皇帝の直書や直湯、琉球側の渡航証明書、作法による記録、さらには、 方言物語、平時物語といった日本の軍記物が中心であるとされる。また、中国における文献も、論語、模試、中央易教諸教死教来期、春秋といった四書五教のほ他、歪南古、収益大善、創始、巡視、式、反疑伝、五漢書、新女、十八史略、論考税縁、素字、玉台新英など、 死書や書死百科の著作、詩集に至るまで幅広く引用されている。日本年号の使用や王号、皇号の書き分け、また昭巻や昭年記を書いている点から、薩摩に配慮した作りになっていると考えられている。また、初代の王を春天としたり、春天と源のためとも伝説を融合させている点は、羽地の創作であるとされている。琉球の前後に形成され、 薩摩や日本へ広がったと考えられる、信仰と同地の支配とを正当化する島津市の論理。すなわち、琉球は、島津市の扶養国であり、当時の三史官であった、ジャナ親方が関心であったためにやむなく、島津が琉球への討伐に乗り出したという論理を、本書は採用している。17世紀初頭から、中国大陸に侵攻に向かう琉球船が台湾を拠点とする、オランダ線に、 海賊行為を受けていた。中国と敵対していたオランダが中国船と同じジャンク型である琉球船を攻撃したのである。これに対し琉球は1636年にこの事態を薩摩藩に訴えた。薩摩藩は長崎のオランダ商館に掛け合い安全保障の目印となる旗と通行書を譲り受け、これらを琉球に渡した。琉球は薩摩藩から譲り受けた。 オランダ機を掲げ、台湾近辺を航行することで、オランダからの攻撃を免れたのである。新興戦、一方1662年には、病朝滅亡後に新朝と抗争した停氏一族が、オランダ勢力を台湾から追い出し、この地を新たな構想の拠点とした。琉球は1663年に新朝と作法関係を結んだために、帝氏から、 敵対勢力とみなされるようになり、侵攻の際に攻撃対象となった。こうした事態を打開するため、羽地は琉球船の航海安全の保障を、停止に求めるべく、薩摩藩に依頼した。オランダの時と同様に、長崎貿易を通じて、停止と太いパイプを持つ、爆藩性国家を開始状況を打開しようとしたので、ある。薩摩藩や長崎の尽力により、 台湾側と交渉が成立した事例も存在するが、その後も海賊の被害が頻発したため、琉球は薩摩藩の許可の下で、侵攻の際に武装するなどの自衛手段に努める、ほかなかった。1660年、旧暦の9月27日に失火により修理場が全焼した。1671年に再建されるも、資金難により再建21年もの歳月を、 有したり、1663年に行われた国王の策法儀礼が王府機能の移転先である大美御殿で行われることになるなど、王政に多大な影響を与えることとなった。首里城の消失は、薩摩による税収に加え民進王朝交代の影響で、新興貿易の不振にあえいでいた矢先に起こった。羽地は、こうした球場の下にある中で、 首里城の再建を実現すべく、薩摩にわたり首里城再建を口実に、経済的支援に関する請願を行っている。請願の内容は主に、首里城再建のための材木専山層の建造や、百姓たちに課せられる薩摩への出前を、再建終了まで免除してほしいなどといった、造船や運送、そして、薩摩が琉球に課している税の減免についてであった。しかしながら、 当時の薩摩においても、天災や江戸への軍役負担、判定の火災などにより、犯罪性が悪化していたために、造船や運送については許可されたものの税の減免は許可されなかった。薩摩での請願活動が認められたのか、1663年正月には、再建のための総責任者となっているが、その半年後に、作法師が来留したために、再建事業は一旦中止となった。 財政難により再建が遅れたものの、1666年以降の、羽地の改革により3年のうちに再建にこぎつけた。再建された首里城は前のものよりも良い出来栄えであり、これは羽地によるリーダーシップと百姓による尽力による賜物であると羽地自身が自負を示している。羽地仕置には役人たちの参上に関する規定のほか、玄関や廊下といった、 首里城内部に関する文章も存在している。これについては、何時だった首里城の再建を視野に入れた諸政策を羽地が推進し、その結果や内容を文書に反映したものであると考えられている。1660年代半ばに起こった羽地が摂政に就任する契機となった事件。進行の際に金品略奪が起こり、 これに三四官東王府首脳部も関わっていたことから、薩摩派により首脳部が隕石辞任に追い込まれたことで、羽地が摂政に就任することとなった。1609年の薩摩島津市の侵攻以降、王府中枢では薩摩の支配を受け入れる王に対し、薩摩の命に従わない役人たちによるサボタージュが相次いでいた。 新興時の国王である少年の時代にあたる商法の政権下では、島津市の支配と作法徴工関係を両立、整合させ、島津市と妥協しつつ、王権を維持しようとする日里与に対し、島津市の命により、中国で購入する物品に粗悪品を選ぶなどして、島津市に対抗しようとする勢力が存在したのである。そうした政治情勢の中、1663年に、 清長による初の作法が実現し、その社恩師として三師官の茶炭を親方朝通るが派遣された。その翌年の1664年には、清祖皇規定の即位を祝う軽賀師として、恵みそ親方重隆が派遣された。恵みそ等が復讐に入港する直前に暴風に遭い、それに乗じて海賊に襲撃された。この混乱に際して、 皇帝への警画品が奪われただけでなく、毒殺事件まで起こった。そしてさらに問題となったのは、海賊東含め事件はすべて、乗組員や復讐に滞在している、琉球人の自作自演であることが判明したことである。薩摩は関係者を犯に呼び出し、厳しく尋問した。その結果、監督責任を問われた北谷と、恵ぐみそは二人とも残首二人の家族も、 連座となり都、八重山に流罪となった。この事件の天末から、羽地の折衝就任が、薩摩藩による琉球の新たな支配編成の要求を担っていたものであるということがわかる。なお琉球は、この事件と同時期に、薩摩との緊張関係緩和を目指し、毎年中国に行き貿易することが可能となる、説密ぎ船の制度化を進めることで、超高貿易の再建。 拡大を目論んでいた。しかし、停止からの攻撃や、それに続く、中国大陸における三藩の乱勃発により、海外貿易政策を介した薩摩との関係改善は、打開策を見出せないでいた。作法師の来流により、王府の財源はそこを突きかけていた。この事態を打開するために王府が言ったのが、薩摩藩からの借金を元手とした、東物貿易の拡張であった。 一方で、薩摩藩側も、王府の行おうとしている、動物貿易に、犯罪性の活路を見出そうとしていたのである。薩摩藩は、王府の、これ以上の借金願いを控えるように言いつつ、貿易品やその利益は、薩摩藩への借金返済に充てるのではなく、動物貿易を滞りなく、行うための費用として蓄えておくこと、借金の返済は、 琉球国内の産物を増産してまかなうことといった2点について王府に命じている。これに対し王府は後期定携菓子の一行に白頭技術を学ぶ者を随行させたり、佐藤奉行を王府専属の役所として配置した。その後、工術する羽地の市、明智政策と結びつくことで、1667年頃には佐藤とウコンの専売制が開始されるのである。 近世琉球の政治的中心である、表情書の各機構を整備したと言われる。具体的には、1666年から1673年までの、羽地の摂政期の間に、地木館や巨物奉行従人衆を、銀味役と解消、表情書筆者二人を原刷し、表情書筆者主人りを設置、日朝主取り人や巨物奉行長あたりの設置などがある。 また1667年には三種間の最短距離にあり、薩摩、琉球間の取り継ぎを主たる任務とする財腕親方が制度化した。羽地仕置は1666年から1673年までの羽地長州の摂政期に出された二つ文書集の一部である。当初は羽地仕置というまとまったものではなく、当時における回文や、 各役所に掲示された文書を集積したものである。したがって、羽地仕置きという表題は、後世に至って沖縄県庁が琉球資料に収録する際に付けられたものであろうと推測されている。羽地仕置きに出てくる事項の日付が必ずしも実施の日付ではないということから、実施以降に後年への美貌や参考のためにまとめられたことがわかる。このため、 年次の記憶違いと、応募式箇所も存在する。羽地しおきの内訳を見ると、羽地が摂政に就任した1667年の春から夏にかけて、頻繁に文書を2つしているが、1668年と1672年の文書は収録していない。それ以外の年は2から4件程度であるが、引退間際の1673年には文書が集中している。 羽地仕置によると、羽地は、摂政就任の際、内省から使わされた、書院の親方を追い返し、摂政の自席にあたる三主官の井の葉親方に、改めて就任要請に来させたという。羽地は、このように、監修となっていた、オーフ内システムを否定し、身分や事柄にあった形での公式なシステムに、改変することを要求したのである。 三種官の任職を要請する際には、王府内の助官が国王からの要請を取り継ぐという慣習を否定し、上級役人に取り継ぎ役を担わせるようにした。他にも、住職就任や領地配慮、節句の際の沈物や衆議、その際の対応について簡素化を要請した。これまでは国王や王妃、その側麦いの者たちにも沈没を送っていたが、以後は国王や 王妃以外への沈没は停止する。また、衆議を持参して、面会に来た際には、毎回面会するのではなく、上面に来訪者を記載するだけで良いとしたり、必要以上の衆議を用意する必要はないとした。これらの意図は、巨礼に対する廃止や合理化であると同時に、王府内における身分秩序を明確化することで、政治行政組織の強化を目指したものであるとされている。 羽地は、摂政を就任時に、諸子が城内を造り履きで歩行することや、老人の多い座敷州に対しては、当期に限り城内で旅を履くことを認めている。これは、当初は、首里城火災後の避難場所である、大備御殿における規定であったが、首里城の存在を前提にしているような文面から、首里城再建後の規定として踏まえられていたとも、考えられる。一方で、 首里城再建後には、木内作法の規定も定められている。それらは主に、玄関や廊下において、役人の身分によって城内に帯同できる住者の人数を決めたことや、住者の中でも特に造り取りについては、玄関の外側で控えることなどといった身分を可視化させた規定であった。島津市の信仰以前の琉球において、異界制度による一定の支配。 非支配の関係は存在したが、理解はあくまで個人に与えられるものであり、失子尊尊まで継承されるものではなかった。島津市の進行以後には、検知や諸氏への窮地及び、キリシタン諸問改めの必要性から、身分や、各構成人員を明らかにする必要が生じた。これにより導入されたのが、諸氏に対する経営図提出の義務化に他ならない。この制度は、 1689年の刑図座の設置を持って式とされ、これによって家父を持つことを許された身分を、刑持ち、持てない身分を無刑として区別した。こうして刑持ちをし、無刑を百姓とし、死身分の者が王府により体制的に保障されるといった身分制が成立したのである。また当然のことながら家父には、 家筋や家のステータスを表示する必要があり、家父の提出を求められるのも家単位であることから、理解制度をはじめとした社会組織も個人から家へとその対象を変化させた。こうして、琉球においても家を中心とした、不兄論理や祖先祭祀が浸透していくのである。こうした身分制が確立されていくための端緒となったのが、羽地の改革である。改革に至る前段階として、 羽地は1650年に、王府の、家父にあたる、中山予感を編纂した。このことが、呼び水となり家父編集を行った、しかもあったが、一部に止まった。摂政就任後は、1670年に、王府名義で諸子へ、各々の経図を提出するように求めている。これには、死たちの出自や価格を明確にするという目的があった。これによって、 もともと市であるものを指す府代、新しく市になった新山と、諸間切り集中、田舎集中といった農村に居住している死たちの出自の明確化がなされた。また、これまでは城での席順は年齢順であったが、今後は府代のものが神座であることが決められた。刑持層には、学文、算数、書道、歌や音楽、移動、料理、乗馬、生け花、 佐藤などの中で一つも、芸を足しなまないものは、たとえ価格が良くとも役人に登用することはないとしている。首里城での公式行事の際にも、身分を示す冠をつけてくるようにとの通達も、羽地仕置きには見られる。とりも直さず、王府内官衆の改革は、王府や国王の儀礼、さらには百姓を含めた、冠婚葬祭に関する改革へと結びついていく。 王府ではこれまで、中国や日本へ出張する役人たちを、正月の元旦と15日に、首里城に出資させたり、そうした役人の中でその年の江戸にあたる者がいる。場合には、その者たちに大衆女踊りを行っていたが、これらをすべて廃止した。同時に、正月の元旦と15日に、首里城に出資する役人たちへの振る舞いもすべて廃止した。観光総裁に関しては、 工事の際に各役人の家に国王から賜物品を送る慣例を禁止した。また国王が行幸や産詣を行った際関係者に植物を下す慣例も廃止した。冠婚葬祭の規定は王府の役人たちだけではなく一般の百姓たちにまで及んだ。例えば婚約祝において賠酌人に大し合成な地層を用意していたがこれを簡略化し、 文相応にするようにした葬礼に関しても、死者を運ぶ籠や、式典の際の装飾の数や、工事の際の坊主の数や儀礼、食事や衣装に関する事柄などが、と細かに決められた。葬礼については同時に、親孝行を名目に必要以上に過敏になり、子や孫の出費がかさむことや、期中を理由とした職務の検体を問題視している。特に田舎では、 身分不相応に大酒を飲んだり牛を殺したりと、儀礼が華麗に流れすぎることで物入りが家計を圧迫し、果ては身売りをする者まで出ていた。こうした事態に対し羽地は、こういった輩が、以後も出た場合は、当人だけではなく村の役人や当人が所属している、えのもの者まで処罰するといった厳罰をもって対処したのである。ここから、羽地の目指した改革が単に巨礼の廃止や、 失素権約を目指したものではなく、国王から百姓までに及ぶ王国内の広範な意識改革であったことがわかる。久高党羽地は久高島や知念城の祭祀の際に国王がおもむくことについても難色を示した。久高島は琉球海白神話の聖地であると言われていたため、国王は毎年92月に行われる祭祀に信条を伴い、革年で参詣していた。 これに対し、羽地は、下高島には、港がない上級二月の強風が、国王の体に触ること。下高島祭祀は、政権の正ししきではない上に、神女が祭祀に参加するということが、日本や中国の人に知れたら、嘲笑されるということ。地面上内は大変狭く、火事になったら、逃げ場がないこと。また、周辺地域の百姓たちにかかる、国王接待にかかる費用がバカにならないという。 理由から、三景は、国王一代限りとする神お代を派遣する。あるいは、中国や日本から仏教を移入したのと同様に、久高等や知念城の神を、首里城の近郊に移して祀ればよいとした。羽地は、こうした自説を補強するために、琉球人は日本から渡来し、琉球における天地、山川、草木などは皆日本と同じであるという説を唱えた。 この説が、イハ風流を代表する後の学者たちによって、日流道ソロンとして取り上げられるのである。同時に羽地は、時の親子といった、無学の譜者に非選びをさせているが、中国の暦を用意したので今後はこれらを用いるとし、譜者を否定した。地方に赴任した役人の中には、現地の百姓に対し秘宝を働く、者たちもいた。 彼らは、自らの領地で生活する百姓たちに金や物を強制的に貸し付け、その対価として百姓たちを刺激したり、節句の際に不妊地域から特産物などの賄賂として受け取るなどといった搾取や秘法を繰り返し言っていたので、ある。また、役人の中には、不妊地に赴かずに遊女に溺れ放投するにとどまらず、不妊したとしても、お抱えの遊女に、 自らの領地の管理経営を委ねてしまう者などがいた。一方、百姓の側もこうした事態から農業を嫌がるようになり、密かに那覇や首里といった都市部に流入する者が現れた。こうした事態に際し羽地は役人に対して不正な秘宝や中間作取を取り締まることで、厳正かつ公正に職務を抹倒する姿勢を堅持させようとした。同時に百姓には、 生活を安定させることで荒廃した農村を建て直させた。また、開墾を奨励することで、産業や経済の振興を彼ら自身に積極的に担わせたのである。薩摩から土地の開墾許可を取り付けた羽地は、1669年、紛利や村、さらにはそこを統治する地頭や百姓たちに至るまで、広く使命奨励策を打ち出した。し明かした土地は、久に、 その所持を許されたという。島津市の進行の直後、慶長年間に検知が行われて、以来、約60年にわたり、検知が行われていなかった。その影響により、水害による荒廃や荒れ地が点在するようになり、慶長検知にて定められた高知への税率と、羽地時代のものとでは大きな食い違いが生まれていた。このため、現実にそぐわない重税を百姓が担わねばならない。 状態にあった。そこで羽地は、定められた税率と実際の税率の格差を縮めることを、口実に、薩摩にし、民の許可を願い出たのである。この政策は、かなりの成果を上げたようで、羽地の死後も継続して行われた。ところが、17世紀の末頃には、高地拡大は達成されていくものの次第に、乱開発や燃料、資料の枯渇という事態が出かしたために、 王府は非名誉政策を取ることとなった。羽地の摂政就任当時、沖縄本島の村数は322河村であったが、羽地はこれを27紛り322村に再編成した。まず1666年に、泣人陣紛りから11村を開け、さらに7村を新設して、本部紛りを設置、その後、小白今紛りから15村を開け、5村を新設して、 三里紛りを設置した。1671年に、儀のま紛り、1673年に、女紛り、大儀ま紛り、ろく紛り、久し紛り、1676年に、与那伏ま紛り、京八紛りを新設した。こうして、旧来の者も,のも合わせて35紛りの体制ができたのである。古流旧期以来、琉球では仏教が盛んであった。 島津の琉球侵攻後は、薩摩によって部分的なの寺院建立制限は受けたものの、寺院建立や既存寺院の修復、再建は活発に行われていた。また1661年に羽地が薩摩に渡った際、新ロ又左衛門丘陵から薩摩の制度や仏教の教義を研究して帰るようにとの注意を受けてもいた。ところが、 仏教徒による決闘が問題視されることにより、六百六十二年には、江戸幕府は出家、山伏、皇人等の活動を規制した。これにこうして、琉球においても、仏説の皇壇等が規制され、代わりに儒教が奨励されたのである。このことにより羽地は、改革の一環として、寺院の新しい剣や、修復再建を一かじたりとも行うことなく、また、地療地を整理、 削減するといった人員整理を行っている。また1671年には、久米村より出された孔子病草券の請願を、羽地自身が許可している。7代目、羽地智之が、権竜21年2月に隠居し、8代目、羽地長期が家督を相続する際に、先祖の勲功を有する家はそれを報告するように、王府から仰せつけられた。 朝州の勲行により一時は千国あった国高も、大を減るにつれ四百国、三百国、百五十国と減少していった。長期は、もし今回も報告をしなかったならば、さらに国高を減らされてしまうという次第を友沖に話した。友沖は、朝州が国中を仕置きして、政道の根元を定めたのは、皆が知っている事実であるから、 このことを報告すればこれ以上国高を減らされずに済むのではないかと考えた。そのことを親戚一門に相談したところ、当時政権を担っていたサイオンに請願しても無駄ではないかという意見が出た。しかし、当時サイオンが推し進めていた中国的な政治のやり方も朝州が定めた制道の根元を取り除いては成り立たずものではないという意見から、 長期の考え通り朝州の遺書について報告することになったのである。遺書報告の時点ですでにサイオンは隠居の身であったが、サイオンの息子であるサバ翼が当時国王のそば遣いをしていたということもあり、サイオン、バ翼の両人に羽地家の遺書を報告することとなった。朝州の功績をよく知っていたサイオンは、これだけの功績を残した人物の一門の国高が、 減少するのはどうなのかということを思った。そこで、摂政、三主官の宅におもむき高等でこの話を伝えたところ50国の画像が認められ、この時の羽時の総地家の装置業校は計200国となった。最後のところが、長期の家徳相続と羽総地家の装置業校が200国と認められたや先、長期が病に倒れ隠居せねばならなくなった。 そこで九代目の羽地長英が家督を継ぐこととなったが、地行校の減少を恐れ、家督相続の直前に、長期が総国高二百国を認められたことをオーフに、再度申請、朝英自身も総国高二百国をそのまま認められることとなった。このように二代続けての国高家族や総地行校の維持に成功した子孫たちであったが、十代目、羽地朝美が家督相続の際、 ともき、長期、長英たちと同様に、装置行行維持をオフに願い出たが聞き入れられず、ともきの頃と同様の150国に装置行行が戻ることとなった。戦前及び日本復帰前の沖縄に関する、もろもろの学問は、沖縄人による自己認識という性格が強い。また、沖縄人イコール日本人であること、さらには沖縄が、 日本の一部であるということの証明に勢力を注ぎ込んでいるという特色がある。これが1980年以降になると、それまでのような日本や人種に規定されてきた視点が、批判され、アジアの中における他国とは異なる歴史を持つ、独立国という視点での沖縄学へと変容してくる。羽地長州に対する評価も、例外ではなく、例えば戦前の研究者である、イハフユーは、 死涼深い形成か、自国の立場に対する自覚の強い人、先見の民があって、琉球の将来をも見透かしていたと称し、島津進行後、琉球役人たちへ、大和心の寛容を圧旋し、自らは、薩摩とのパイプ役となり、薩摩の指示に従うことで、日本民族として同化していったとするような、日本や日本民族への同化という視点で、羽地を捉えている。また、 戦後7年目にあたる1952年に、羽地仕置きの交中を行った東、女官順は、違派同様に、羽地を本土の源流に復帰させた人物と位置づけた上で、我らの恐竜の現状が、慶長終戦直後と告示していることに相当させ、一片の指針なき熱血良識の指導者で、ある彼が存在した、島津侵攻後と、彼の存在しない戦後を比較して述べている。 一方、復帰後になると、甲羅倉クは、施策遂行のために一貫して、具体的、実践的な姿勢を堅持した、政治家、周到な戦術を駆使する論客として、羽地を称し、西園に先行して、日本とは気を一としない、琉球の金星化を準備し、伝統を形成した人物と位置づけた。また、田沼間さなどは、儒教的なイデオロギーによって、王国を再建した人物として、 羽地を位置づけている。この両者に共通しているのは合理主義者でありかつ、琉球の伝統や琉球、近世の創出者という視点で、羽地を捉えていることである。琉球で使用される年号は、琉球歴、和歴、中国歴があり、時代などによって使い分けがなされる。羽地の時代は、年号の使用についても過渡期に当たるため、ここでは、琉球歴、和歴、 中国歴をすべて示した。死の直前に渡ったものも数え、計4回という説もある。この時は、薩まで中部にかかりすぐさま帰国したという。中山予感に引用されている、方言物語の半本は不明であるが、関英元年正本番のものが、中山予感に引用されているものと極めて近いと、される。志賀大学経済学部付属資料館が所蔵する。 金星後期に作成された琉球貿易図屏風には描かれた進行線にオランダ風の三色旗らしい旗が掲げられている。1663年と1664年の資料や母碑には日本の漢文年号が使用され、真の後期年号は用いられていない。ところが、これが1670年になると真の後期年号に統一される。これは、 日本年号を使用することで内面においては、清との作法関係を否定していたが、1670年に至る頃には清を容認するようになったと解釈されている。こうした薩摩の態度は、琉球側の失態を容赦しないという強い姿勢を示した一種の同喝であったという説もある。琉球では、この時期、2年に一度中国に侵攻することが許されていた。 節密義とは、信仰に当たらない年に信仰使者を迎えにやることを指す。これを行うことにより、琉球では事実上毎年中国に赴き貿易を行うことが可能となる。イハフユルはこれらを日本の芸術としている。羽地は日本の芸術を奨励し、かつ役人たちがこれらを行っているうちに自然と大和心になっていったとしている。この主役許可についても、 薩摩における万事内権の延長に位置づけられるという説がある。なお、羽地の辞任後には、再び寺院の修復再建がなされるようになる。なお、鎌田、伊藤では、この孔子病草権が1670年代から1680年代の耐震政策に直接つながっていくとする。伊波冬や東、女冠順の文献は、 戦前に関連資料を確認した上での口論であるが多くの資料は繊細によって失われてしまっている。したがってこの両者が言及している資料の中には現在では確認できないものも存在する。ありがとうございます。